子供の感染が広がっています。そこで今日はスタジオには。広島大学病院小児科の医師であり、感染免疫学が専門の教授でもある。岡田聡先生にお越しいただきました。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます先生にも、こう若年層の感染が増えているということで、不安な声など届いてますか。そうですね。あの外来でも、コロナについて、またワクチンについて、いろいろ質問される機会が増えてきました。うん。 まあ番組にもですね、さまざまな声届いてますので、今日はそのあたりもいろいろお答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。ま,すさあまずはですね、先月と今月の感染者の割合を見ていきます。上は六月の感染ですが、割合ですが、十九歳か二十代が足して二十三パーセントだったのに対し。七月から今月中旬では、このように足して四十三パーセントと増加しているんですね。 そうですね。私特にまあ十九歳以下にあの着目してまして。このこのポピュレーションも増えてきてるっていうことがわかります。あの全国的にはこの若い世代の重症化というのも報じられていますが。広島ではどういった状況でしょうか。実際はあの小児そこまで重症じゃない方が多くて。はい、あのそれでも二三日ほど三十八度から三十九度の熱が出るお子さんとか。あと嗅覚障害、味覚障害。 これが出てくるお子さん結構いらっしゃるそういった印象を持ってます、うん、また重症化多くはないということですか先生あのすごく一部ですけれども、うん、肺炎を起こした10歳代のお子さんがいるっていう話も聞いてます、うん、ただこれは非常にまれでまれというふうに考えてください、うんね、岡田先生あの。 まあ若い世代ということですけども、小学生や幼稚園でもやっぱり感染者というのは出ているんですか。そうですね。あの確実に増えてきている状況です、うん。まあ今このデルタ株の感染が県内でも増えていますが、やはりこの子どもの感染が増えてきたっていうのはこのデルタ株が関係しているんでしょうか。そうですね。あのデルタ株が,株が増えてくることによって子どもの感染が増えてきているっていうふうに考えています、うん。はい。 でこの表はこの横軸が実効再生産数これは1人当たりが何人に感染させるかというのを示したもので、はい、縦軸の方は重症度っていうふうに考えてください。うん、で従来株とインフルエンザこれ大きく違わない状況だったんですけれども、はい、デルタ株になって非常に移りやすい状況になってます。で小児科のの中ではこの水暴走こ水れ よくうつる疾患っていうふうに考えてますけれども、はいうん、これに匹敵するほどの感染性があるっていうふうに考えてもらっていいんじゃないかなと思ってます。まあ兄弟がなったらね、必ずうつるような私の時の時代はそうでしたけれども、そのようなま感染率だと,いうことなん、ね、そうですね。はい、まああのこのデルタ株が増えてからこう誰からどんなふうに感染していくのかというのも違いが出てきているそうです。えこちらは児童生徒の感染経路ですが。 まあ、いずれも家庭内感染が多い状況ではあるんですが、気になるの、この高校生、この学校内感染が。増えているんですね。そうですね。あの、今から学校が始まりまして、高校生はこういうリスクが非常に高いんじゃないかなというふうに考えています。今後注意が必要かなと思ってます。 ねこう学校が夏休み期間だったにもかかわらず増えたそこでまだ学校が再開したこれちょっと心配ですよねそうですねあの小児科医は夏休みは感染症が減るっていうのが通説なんですけれども、うんはい、その中でコロナウイルスこういうふうに増えてきました、うん、そういった中で今後学校が始まってどうなるかこれはやはり不安に思ってますはい。まあ、学校が再開しましてまあ、学校もさまざま対応は取られています こちら福山市では一部の小中学校では分散登校東広島市では一部授業の短縮それから広島市などでは一部の中学・高校の部活動停止という学校も多くあります。 まあさらには理科の実験や観察合唱や管楽器の演奏などの活動を停止するという自治体も多いようでです。うん、でも先生、やっぱりその教室の中の人数というのはどうしても,、ね、もう限られているし、うん、まあ分散登校という方法もあるかもしれませんけど、うん、まあ教室の中で何か取れる対策方法というのは、ね、一つはマスクだと思うんですけれども、うん、不織布マスクをつけていただく。うんこれ 重要だと考えてます、ね。不食婦ですね。はい。うん、それと手洗いうがいの徹底ですね。これは手洗いはあの石鹸を使って20秒ほどしっかり手洗いをしていただきます。うん、またあのこの食べる時非常にリスクが高いです。はい。でこれあの対面にならないようにで食事をしていただく。これも重要だと考えてますし。 こまめな教室の換気、これも重要です。こういった一般的なあの感染防御をしていくっていうことと、もう一つは、はい、これあの学校だけではなく家族の協力も大事です。これ体調にある体調に不安があるお子さんですね。こういった方が学校に登校しないように。また学校サイドでは学校の先生も非常にストレスを抱えていると思います。学校の先生もこう調子が悪くなった時にあの早めに休める、そういった環境整備も重要になるっていうふうに考えてます。 休むと遅れが出るかなって心配もあったりすると思うけど、うん、そうならないような体制作りですねあ。一ついいですか先生も体制作りに困っている方もいるんじゃないのかなと思うんですけど、うん、教育関係者と医療関係者でなんかコミュニケーションってでできてたりすするんですかねいやそこまではないんですけれども、うん、行政を介してあの若干こうコンタクトがあるかっていう程度の状況ですしっかり先生たちにも呼びかけしてあげられると体制作りしやすいですよね、うんうん、そうですね。 まあ、このようにですね。今、若年層の感染が増えているということで、町の人もいろいろな不安を持っているようです。仕事してるから、かかったらどうしようっていう不安はありますね。もちろん、お互い様なんですけど、ちゃんと病院。あの、見てもらえるのかとか、どのくらいひどくなるのかとかですね。校庭で遊んだりするときに、やっぱり息苦しくて、マスクをみんな外してるので。 まあそこで感染する心配があるワクチンはこの子供小学生でも打った方打つのを推奨するのか後遺症というかそういうういいのはないと思うけどうん、まあ、大人だけでなくやはりお子さんも不安というのが、ね、あるのが分かりましたがえまずは、もし感染してしまったらという声がありましたこれ親がまず感染してしまった場合はどのようにしたらいいんでしょうか。 そうです親の場合は例えばお父さんお母さんどちらかが感染した場合はその方はできるだけ個室で、まあ、外に出ないっていう形の対応になると思います、うん、では子どもが感染してしまった場合はどうしたらいいでしょうか、うん、これ非常に難しいんですけれども、はい、例えばあの中学生ぐらいになると1人でもあの個室でで,できると思います。うん、実際今 あのホテル療養ですね、はい、あの中学校で一人でホテル療養されているそういったお子さんもいるっていうふうに聞いてます,です、はい、で一方で小さなお子さんですねこれもあの親御さんがついておかないとっていうお子さんいると思うんですけど、うん、その時にはあのお子さんの対応をする親御さん本当に限定して、うん、多くの方にうつるっていうのをできるだけ避けるそういったような対応かなと。 まあ当然うちの中であの感染対策マスクとかの手洗いそういう大事ですけれどもそういった感染を最小限にするそういった工夫も必要になってくるかなというふうに思ってます非常に難しい状況だと思います。まあタオルなど共有物も多いですからそういうものの扱い方ですね。そうですねそれでしっかりと洗濯してそしてあの鼻をかんだ紙とかはしっかりと密閉して捨てるとかうそういったことも大事だと思います。はい。 先生これ子どもの場合っていうのは軽症が多いんですかねまたあと子どもが感染した場合ってなんかどういった症状が見られるのかっていうのも分かってるんですかね,そうですね一部の論文では子その他のまの、あ、症状が出るお子さんですけれどもそのお子さんの中には23日の38度39度ぐらいの発熱。 ないしは、あの、このコロナ非常に、あの、嗅覚障害、味覚障害が多くて。うん、5歳超えるようなお子さんとかは、そういったことを訴えてくれる。うん、そういったことも多くて、それを契機に。うん、あの、この診断がつくっていうこともあります。子供でも、味覚障害ということで、気づいたりする場合があるんですか。あ,ありますね。はい。そうなんですね。うんうん、では、続いては、ワクチンの接種についても、聞いていこうと思います。まあ、今、接種が広まりつつはありますが。 まあ、まさにうちの子もですね、小学六年生、十二歳なので打つことはできるんですけれども、まあでも打っていいのかな、打とうかどうか迷ってるっていうのは周りの声でも多いんですけれども、うん、先生はこの子どものワクチン接種っていうのはどうお考えでしょうか。これ非常に難しい課題なんですけれども、はい、基本的に子どもにワクチンって有効っていうふうに考えてください。うん、ただあの打っていく順序っていうのはあると思います。はい、家族を守っていく上、子どもの守っていく上で。 大人がしっかりと打って子どもに感染させないと特に小学校とかはあの家庭内感染 はい、多い状況なんでそこを多分気をつけていくっていうのが次<に>あの視聴者の方からもですねいろいろ質問が来てまして、うん、あのワクチン接種したらどんな副反応が子どもにもあるのか副反応はいつ頃まで続くのか子どもと大人で違いはあるんですかということなんですけどどううでしょうこれはの高齢者と比較して若い方ほどこういう副作用っていうふうに多いっていうふうに、えー、分かってます。はい、で子供も20歳代と同じぐらい こうういいいいった副反応が多いっていうことここを言われています、はい、こちらですねこれ副反応のグラフですけれども、えー、多いのがこの摂取部位の痛みそれから倦怠感発熱頭痛というのも多いんです、ね、そうですすねねそうこの中で、まあ、特に発熱心配される方多いんだと思うんですけれども、はい、大体この発熱が打って翌日に起こることが多くて。 ただ一日か二日ほどしたら落ち着いてくるっていうそういうふうな経過になります。うん、頭痛も同じくですか。そうですね、頭痛もあの接種後翌日ですね、はい、の頻度が高いっていうふうに言われています。うん、で、うんこ、これらは、はい、あの急性の副反応であの予想されますので、これに対して減熱鎮痛薬これ有効なのであの事前に準備しておくっていうのは非常に重要かなというふうに思ってます。うん、大人との違いはあるんですか。大人と比較して発熱の頻度はやはり。 子供はやっぱりよく寝る熱が出るので発熱の頻度は高いという印象はでもこの副反応が出た場合親としてはどういうううい対応すすべきででしょうかそうですねは先ほど少しだけお話ししましたけれども、うんはい、解熱鎮痛薬こういったもう副反応が起こってくる頻度が高いので。 事前にも準備をして、うん、それで焦らないと、うん、しっかり対応してあげたらいいんじゃないかなとそうです、ね、あと、はい、まあやっぱり学校休ませた方がいいのかなとかうん、うん、あと激しい運動はねしない方がいいっていうことだからそういうこともやらせない方がいいのかなっていう質問もあるんですがそうですね学校に関してはやっぱり体調を崩した時には今の時期 しっかり休んでいただいたらいいかなというふうに思ってますおそらくワクチンかなと思いながらもあの休んでいただいていいんじゃないかなと思ってますうこ、ん、接種した後でこう気をつけることっていうのはありますか運動控えた方がいいですかいや運動とか比較的別に禁止されるようなこともないと思うんでうん、うん、本人の体調が良ければいいんじゃないかなというふうに思ってます、はい、なるほど副反応も出ていなければと、はいうそしてもう一つ質問なんですが同じ10代でも12歳と19歳では 体も心も違うけど同じ量のワクチン接種で大丈夫なんですかという疑問なんですけど、うん、あインフルエンザの予防接種が多分,分かりやすいんだと思うんですけど、はい、この予防接種3歳以上は実は実成人と同じ量なんですよねそういった意味でコロナもあの12歳以上、まあ、成,人で打っても成人量で打っても問題ないというふうに考えています。 なるほど、うん、そう考えるとそこに差はないわけですね、はい、先生、今って12歳以下の子どもってワクチン接種できないと思うんですけれどもこれってなんか医学的な知見が増えていくと変わっってていくってことがあるんですか、ね、そうですすかそうねあの今、12歳以下の方のそういった知見も行われているというふうに伺,われて伺,伺ってますので、うん、その結果次第でもしかしたら範囲が広がるということもあるかもしれない、えー、まだでも時間かかりそうなんですか。 ままだ時間かかかるんじゃないかない思ってます、うん、でもこれから先はもしかしたらその、まあ、幼稚園だったり赤ちゃんだったりにも打つようなことにもなっていくんですかね先生。これ恐らくウイルスとの関係かなというふうに思ってまして、うん、今デルタ株が出てきて子どもも打つるようになったと。うん、でまたどういったことがどういったウイルスが流行ってくるかどういったタイプに変わってくるかっていうことによって、うん、予防接種の考え方とかも変わってくるんじゃないかなというふうに思ってます。うんうん、それではは最後に先生は何かこう 皆さんにメッセージととしてて伝えたいことっていこっうのはありますかそうですねあの過剰に恐れすぎないことっていうこととそれとしっかりと過剰に恐れないけれどもしっかりと対策を続けていくあとかかった方があのどういうんですか差別されるとかそういったことがないような そういった社会になっていったらいいなというふうに個人的に思ってます。そうですよね。今やっぱりそのワクチン接種について。こう自分がすごくしんどかったから、子供に打つのどうしようかなって思っていらっしゃる。ね、あのお母様方も多いと思うんですけれども、やはりその。かかってしまうリスクを考えると、打った方がいいと先生はお考えですか。そうです。個人的には、あの、自分の子供も実は打ってるんですけれども。はい あの打つことをっていうふうに思ってます。けどこれはほんの各個人の考え方が尊重されるべきだというふうに考えてます、うん。あと先生、あの過剰に恐れないっていうところに関係するんですけど。結構親御さん心配でネットとかで情報収集されることもあると思うんですけど、うん、なんかその時の注意点ってありますか。そうですね。ネットいろいろな情報が流れてるんですよね。うん、それで。情報にまあ強弱もなく書かれてるんで、うん、鵜呑みになる、鵜呑みにまあ考えちゃうっていうことはあると思うんですけれども。やっぱりあの専門家の意見をしっかり聞いていただいてっていう、うん。うん に考えてますそれで我々も正しい情報を発信していかないといけないといいううふうに考えてます子どもの中でも特に打った方がいいというお子さんもいらっしゃるんですかそうです、ね、基礎疾患を持っているお子さん、うん、そういった方は優先的に打つべきだと考えています。あともう一つはあの家族であのおじいちゃんおばあちゃんがいるとかそういうお子さんがかかって帰った時に家族として危険にさらされるそういった方々もやっぱり打っていったらいいんじゃないかなと思っています。はい、うん まあ改めていろいろ不安に思っているばかりでなくまあ正しい知識を身につけていろんなことに備えていきたいなというふうに思いました。はい、今日先生お忙しい中ありがとうございました。